ダイアナ・ガバルドンはアメリカ合衆国の小説家。代表作はアウトランダーシリーズ。執筆ジャンルは歴史、ロマンスミステリー、冒険、SF ファンタジーと多岐にわたる。このシリーズは2014年からスターズで同名でテレビドラマ化されている。1952年1月11日、アリゾナ州にてメキシコ系アメリカ人の父とイングランド系。 アメリカ人の母の間に生まれ、フラッグスタッフで育つ。父ニーは、フラッグスタッフ選出の上院議員を16年、務めた人物で、後年には、ここにの軍でスーパーアバイザーを務めた。北アリゾナ大学で、動物学の理学士号をカリフォルニア大学サンディエゴ校で、生物海洋学の理学修士号を北アリゾナ大学で、行動生態学の博士号を取得した。 1980年代にはアリゾナ州立大学の環境学センターで常勤の助教授を務めていたガバルドンは計算科学とデータベースの専門家として研究をする傍ら大学で解剖学やその他の学科の教弁をとっていた学術雑誌サイエンスソフトウェアクオータリー創刊機のエディターも務めた1980年代半ばにはコンピュータ系の観光物に ソフトウェアのレビューや技術記事を書いたり、ウォルトディズニーカンパニーのコミックに分かりやすい科学の記事を書いたりした。1988年、本の練習のつもりで小説を書き始める。研究者としてリサーチがしやすく書きやすいと考え、歴史小説を書こうと決めたが、歴史も学んだことはなく、執筆に充てる時間も取れなかった。 たまたま、ドクター風シーズン6のザオーゲームズの再放送で、フレイザー・ハインズが演じるジェイミーを見て、主人公の一人、ジェームズ・フレイザーのインスピレーションが湧き、18世紀半ばのスコットランドを舞台とした作品にしようと決めた。キルトを身にまとったスコットランド人男性に対抗させるキャラクターとして、イングランド人女性を登場させようとし、キャラクターの現代風の行動や態度を説明するために、 タイムトラベルを使うことにした。ワールドワイドウェブが存在しない時期であり、昔ながらの書籍で調べを固めている。コンペサーブの文芸フォーラムに作品の小録を投稿したところ、SF ミステリー作家のジョン・イースティスから出版権エージェントのペリー・ノールトンに紹介を受ける。ノールトーンはガバルドンの未完成の出世作に、クロスステッチと課題をつけ、2作を書き足して3部作に、 する方針を立てる。アメリカの出版社はタイトルをアウトランダーに改め、イギリスではクロスステッチのまま刊行された。ガバルドンによると、イギリスの出版社は題名を気に入っていたが、アメリカの出版社はいささか裁縫や刺繍を連想させすぎる、もっと冒険的なタイトルが良いとの考えから解題に至ったという。第2作目を書き終えた後、専業作家になるために、 ガバルドンはアリゾナ州立大学を辞職した。アウトランダーシリーズ本編は2020年時点で第8部まで観光。第9部はゴーテルザビーズ IAM ゴー o と発表されている。また同シリーズ副主役のジョングレイキを主人公にスピンオフ作品をシリーズ化。またフラフィック版ザ・エグザイルを上司した。現在は夫と共にアリゾナ州。 スコッツデールに暮らしている。三人の子供は成人しており、そのうち息子はファンタジー作家のサムサイクスで共作もある。取材に応じてローマカトリックの信徒であると語った。二十世紀の看護師、クレアランダルが十八世紀のスコットランドにタイムトラベルし、ジェームズ・フレーザーとのロマンスや冒険が繰り広げられる。スコットランドの他に、 フランス、西インド諸島、イングランド、北米も舞台となっているほか、歴史、ロマンスミステリー、冒険、SF ファンタジーなど数々のジャンルにまたがっている。日本語版ははじめビレッジブックスから刊行され、2014年のテレビドラマ化に合わせて早川文庫から新装版が出版されている。ロード・ジョン・グレイシリーズは、アウトランダーシリーズの脇役ロード・ジョン・グレイを 主人公としたスピンオフ作品。1756年から1761年を舞台とした字の彼方の再会と同時期のグレーを描いた短編5編と長編3編がある。ジャンルが多岐にわたるアウトランダーシリーズと異なり、このシリーズは歴史ミステリーを主題とし、短めに仕上げてある。アメリカではオーディオブック化された。アウトランダーの作品群は、 完全と小役版で読み手を変え、ロード・ジョンのシリーズの作品にも、ジェフ・ウッドマンを起用した。2010年には、グラフィック・ノベル・ザ・エグザイル、アン・アウトランダー・グラフィック・ノベルが発売された。同年、アウトランダーの世界観を元とした14曲収録の、音楽集アウトランダー・ザ・ムシカルが発売された。テレビドラマシリーズ、アウトランダーの第一部、字の旅人クレアに基づく、 1> 第1シリーズ前半8エピソードが2014年8月9日からスターズで放送され、後半は2015年4月から放送された。放送開始月、ガバルドン本人がアイオナ・マクタビッシュ役でカメオ出演を果たしたエピソードはザ・ギャザリング。コンサルタントとして壊れて制作に参加2016年のシーズン2でベンジェンス・イズ・マインの脚本を書いた。 日本ではフールーで提供され、アクスンで放送されている。2020年までに5シーズンを放送、シーズン6の制作も決定している。アウトランダーシリーズの第一作は、1991年にアメリカロマンス作家協会が主催するリタ賞のロマンス部門を受賞した。2005年に上司した炎の産量を超えて、原書で、 ニューヨークタイムズ紙10月16日掲載分のベストセラーリストハードカバー部門の第1位に輝いたほか、クイル賞の SF ファンタジーホラー部門を受賞した。ガバルドンの作品表を載せたガゼット紙は2007年時点で24カ国19カ国語に訳され、著者はベストセラーを次から次へと出し続けていると言及し、 翻訳書は2012年には27カ国24カ国語にまで増えた。ロードジョンシリーズを見ると、緑のドレスの女現象は前室のニューヨークタイムズ同部門で2003年10月26日掲載分第8位を得ており、2007年には死者から届いた日記現象が同じく9月16日の第1位。この年の12月16日付で同部門、 第24位に載った短編集ロードジョンザ・ハンド・オブ・デビルズは本シリーズの初期3編をまとめたものである。これらを受け、書店業開始で書評をまとめるパブリッシャーズ・ウィークリーはガバルドンの好評を載せ、2003年に描写は生き生きとしていて読みやすく、それでいてエレガントであり、2007年にその作品を初めて読む人でも、あるいは舞台となる時代に詳しくなくても、 夢中にさせると記した。2011年のニューヨークタイムズのベストセラーリストは、電子書籍部門第6位に、ゲールの赤きほかげ原作を挙げた。アメリカ探偵作家クラブは、同じ2011年、中編、ジョン・グレーのゾンビ殺人事件原作を、エドガー賞短編部門にノミネートしている。ありがとうございます。